こんにちは。コンセプトショップ WTS のストアマネージャーの翔太です。コンセプトショップ WTS ではグリークヨーグルトメインのカフェも併設してるんですけれども、それ以外に実はポップアップスペースも併設しておりまして、今回はそちらでリベーレというブランドのポップアップが行われておりますので、そちらの様子をご紹介したいと思います。本日よりリベーレっていうブランドのポップアップを3日間限定で開催しております。このようにちょっとこう窓ガラスにカッティングシートっていう形で貼れるようにさせていただいております。それではどうぞご覧ください。こちらがのポップアップスペースなんですけれども、今回はリベーレというブランドが入っているので、ちょっとこういうラックにお洋服をたくさんかけてっていう感じで展開してるんですけれども、こちらのスペースはもちろんあの物販さんだけじゃなくて飲食店さんもあのご利用いただけるので、さまざまな業界の方にご利用いただければなと思います。それではリベーレよりディレクターの香川さんにお話をお聞きしたいと思います。こんにちは。こんにちは。まずリベーレの、はい、ブランドについてお聞かせいただけますか。はい、リベーレは、はい、リベーラルと RE サイっていう意味の RE の合成語なんですけれども、はい、レトロな感性を、うん、新しい感性を入れながらトレンドを入れながら展開していくようなブランドになります。で、毎シーズンコンセプトが変わっていくので、はい、ここでポップアップさせてもらってるのは 23SS シーズンのものになります。はい、23SS の、はい、テーマコンセプトをお聞かせいただけますか。はい、23SS は、不思議なワードロップ、クローゼットですねっていう意味で、まあ、私たちで言うと本当に90年代とか2000年代の時にクローゼットの中に必ず持っていた必須アイテム、当時流行ってたアイテムたちを全て持ち出して今風にアレンジしたシーズンになりまして、かなりカジュアルめのシーズンになってます。じゃあ香川さんこちらからお願いします。はい、分かりました。でこちらは基本的に夏に着用していただける半袖をメインにしたものになるんですけれども、リベレって結構モチーフだったりとかグラフィックにこだわって作っているので、はい、まあ、今シーズンのロゴだったりとかテーマ、シーズンテーマのものが入ってます。今シーズンだけ登場しているこのチーキーボーイっていうキャラクターがいるんですけれども、まあ、ちょっと生意気な子供みたいな、私たちのちっちゃい時の思い出をこう引き出してくれるような存在の子になってます。あとはまあチーキーボーイのこういうロゴの T シャツであったり、こちらは今シーズンだけのロゴになるんですけれども、はい、刺繍プリントされた T シャツ。あ、刺繍なんですね。はい、で色違い、あ、いいですね、でございます。はい、でこちらはコラージュを取り入れた T シャツになりまして、バッグの方はこんな感じでなってます。基本的に女性も全部着れるサイズでユニセックスで提案してるんですよね。そうですね、基本的にユニセックスで S、はい、M、L サイズがあって、あ、女性の方は S か M、男性の方は M か L をおすすめしてます。なるほど、分かりました。ここのラックよりもう少し暖かめで着用できるような、こちらニットになります。ジャガードニットでして、さっきのキャラクターの子がいますよね。ああ、いいです。気持ちいいですね。肌触りは非常にいいですね。そうですね、結構軽めのニットになってます。はい、春夏なので、さっき の, T シャツとかロンティーのフーディーバージョンたちがこうやって並べてます。はい、ああ、いいですね。はい、でこちらがアウターなんですけれども、でアウトドアルックで作ってまして、プルオーバー系のものになります。機能性の高いものですね。いいですね。カラーバリエーションが豊富ですね。先ほどの T シャツもそうですけど、あ、そうですね、SS はかなりカラフルなものが多いの で,、ね、はい、でリベーレってもともとハイエンドストリートのブランドではあるんですけど、今回初めてテーラードジャケットをストリート風に制作しました。生地はシャカシャカしてる生地 で、ね、こういう風にセットアップとしてもアレンジすることができます。この辺りのお洋服のご説明もお願いしてもいいですか。はい、こちらはリベーレとナルトアニメーションのナルトのコラボ商品になるんですけれども、はい、ナルトのキャラクターたちに似合うような服をリベーレがデザインしたっていうコンセプトのリベーレ4ナルトっていうものになるんですね。面白いですね。まあ、ナルトやっぱ日本を代表する漫画ですし、ですね、外国人の方もやっぱファン多いから、そういう感じですね。ちょっとこうシャカシャカ素材、そうですね、機能性の高いものになってます。
こちらがライバル T シャツって言って、多分ナルトを見られてる方は分かるかもしれないんですけど、はい、キャラクターたちがちょっとライバルで戦ってるような感じの T シャツになります。ここがシーズンロゴですね。あ、後ろかっこいいですね。そうですね、これ全部切り替えで、違う生地で切り替えでこうやって組み合わせてるので、いいですね。なんかタイダイ染めっぽい感じで。そうですね、はい。こちらはアーカイブ商品になるんですけれども、はい、今までのリベーレのアーカイブ商品でご紹介させていただくものを飾っときました。こちらはまあ、これもコラボレーションになるんですけれども、はい、まあ、ディッキーズとのコラボレーションですね。まあ、セットアップでもいけるし、あ、 そ、 ね、まあ、それぞれ単品でもって感じです、ね。はい、そうですね、ディッキーズのいい生地にリベーレ の、 あのパターンを落とし込んだものになります。ミックスしたものです。パンツはちょっと太めになるんですかね。そうですね、オリジナルディッキーズではなかなかない太さにはなってると思います。かなりワイドな感じですね。いいですね、はい、はい、イージーパンツです。こちらは多分皆さんご存知か分かんないんですけど、はい、ザ・ファストっていうオーディション番組があったと思うんですけど、はい、その時にリベーレの服がコラボレーションでオーディションの方々に提供することになってたので人気でしたね。あ、今はデビューされたビーファストさんのオーディション番組。あ、そうだったんですね。そうですね、はい、こちらはさらにその前の20FW のものなんですけれども、芸能人の方々にもかなり人気で、例えば、まあ、BTS のジョングクさんとかはかなりこちら愛用してもらってる感じですね。はい、服以外にも小物もありまして、はい、こういうフーディーだけのものだったりとか、まあ、フード部分のあれなんですね。セパレートした状態の、あ、そうです、アレンジできるような、まあ、スキー場とかでも使えると思います。はいはい、面白いです ね、 ね、あとはブレスレットであったり、はい、ベルトだったり、キャップ。でこちらはアウトドア向けのリュックとバッグになるんですけれども、結構でも このサイズだと中入りますよね。そうですね、結構入ります。そうですよね、機能性も良さそうですもんね。そうですね、リベーレのブランドを気になった方はぜひ概要欄にインスタグラムの詳細を貼っておきますので、そちらよりご覧いただければと思います。